じゃあよろしくお願いします、はい。私の方からは来週、ようやくといいますか衆参の予算委員会の質疑が行われますので、まあ、それについて一言申し上げておきたいと思いますが、やはり総選挙を受けての最初の大事な実質的なこうやり取りの論戦になりますので、ぜひ今度の予算委員会しっかりとした質疑をやっていきたいと我が党としても思っています。やはりその中でもずっと大きな問題になってきました森友賭け疑惑をめぐっての追及、それから合わせてやはり、安倍政権安倍内閣の政治姿勢を問うていくという形で構成的な論戦を展開したいと思います。で、まあ、特にその中で森友疑惑で言いますと、まあ、その核心というのは、まあ、この間も議論されてきたことですが、国民の財産である国有地が、まあ、なぜ8億円も値引きをされてきたのかということで、まあ、この問題をめぐっては引き続き大きな焦点解明が求められていますが、祝日前の、22日には会計検査院の報告書が出ました。この問題での論戦というのはまあこれからですので、そういう点で大いにその問題も含めてやることになると思いますが、まあ、そこでも指摘をされているように、まあ、国が算定したごみの量というのはやはり課題であるということが明らかになって不適切ということだと思いますので、架空のごみを補償するということでただ同然で、まあ、払い下げたという疑惑一層明らかになってきている。で、我々が、まあ、日本共産党としてもそして野党も追及してきた通りの一つ裏付けになっているものだと思います。で、まあ、ちょうどその、問題自身が香川氏によれば神風が吹いたということを言い、その時期に昭恵氏が名誉院長を務めていたということで、本会議でも志位委員長もただしましたが、ぜひこの問題では当事者直接話法でということで、やっぱり語るべきだということであります。ですので疑惑解明にはいよいよ関係者の証人喚問が必要だということで、まあ、論戦の中でもさらに求めていくことになると思います。で、この点ではやはり野党で一致協力しながら、まあ、ことをやっぱり図っていくということが大事だと思いますので、証人喚問あるいは参考人招致、まあ、証人喚問ということで私たちは主にやればいいと思ってますが、要求については野党としても話し合って足並み揃えてやっぱりやっていくということが提起していきたいと思いますし、まあ、議論したいと思いますし、それから、そのために予算委員会の理事懇談会なりが必要だということも求めていきたいと思います。具体的には森友疑惑で言えば、安倍昭恵氏、それから佐川氏、それから、近在の統括官の池田氏をはじめとして、関係者と、から家計疑惑の方で言いますと、やはり加計孝太郎氏、それから前川氏、らのですね、関係者の証人喚問ということで招致をするというのを日本共産党として改めて求めていきたいと思います。ぜひしっかりした質疑で、逃げと居直りではなく総理にもきちっと説明を責任を果たす、そして答弁をするということで求めたいと思います。以上です。すみません、はい、2点お伺いしたいんですけども、はい、いずれも自民党さんの言動なんですが、はい、大阪の関係者が現金配っていたという話について、まあ、どういうふうに受け止めて共産党としてどう向き合っていくのかという話と、はいはい、それから竹下総務会長がですね、はい、同性のパートナーの人が一番参加までことは、はい、それとしては反対だという趣旨の発言をされましたが、はいまあ、これについてはどういうふうに、はい、聞かれるのか、それにとお願いします。はい、自民党の上谷さんの件ですが、これ報道が事実であればですね、選挙前に票の取りまとめを依頼すると、まあ、買収の疑いということになってまいります。で、まずは一体どういう意図で、配ったのかということも含めて、この当事者が事実関係、そしてそのことについてもきちっと説明すべきだというのが一点あります。で、もう一つはやはり自民党自身の責任が問われるということになると思うんですが、
自民党公認候補であり、そして届け出政党である自民党としてこの問題どういうふうに考えるのか、どうするのかということになります。その点では政党としての自浄作用あるいは自律性の問題が問われるわけで、そういう点での責任をどう取るのかということをしっかりと見ていきたいと思います。そこが問われていると思います。それから竹下総務会長の発言についてですが、率直に言って何を言い出されたのかということを非常に感じます。人権感覚たるやとにかくおかしいなということに尽きるんで、それ以上コメント論評しようがないと、それに尽きるということになると思います。関連して上谷議員に関しては、ね、はい、現金を渡したことは認めた上で、はい、政治活動費としての寄付であり、はい、法的には問題ないというような、はい、答弁とか説明をされたんですけど、はいはい、このあたりに関してはどういうふうに。いや、そこもですね、しっかりと本当にそういうことで問題ないっていうのは、だからさっきも言いましたけども、どういう意図なのかということも含めてですね、きちっとした説明が必要だし、何より本人も説明が必要ですが、やはり公認した自民党自身がこの問題をどう捉えて、どのように自浄作用自律作用として国民有権者に対してきちっと本人からも聞いた上で説明するのかと、そこをしっかりと責任を果たさなきゃいけないという問題だと思いますね。選挙前にこういう形で票の取りまとめを依頼するということは買収という疑いになりますから、それは大丈夫だなんていう話で済まされないということになってくるんじゃないでしょうか。先ほど関連して竹下さんの発言なんですが、はい、発言に対する評価もそうですけれども、改めて、宮中の晩餐会等に関して、うん、外国の、大使であるとか、方がですね、来られたときに、同性のパートナーの方も、どうせ結婚されてるんですけど、どういう扱いを、本来にあるべきだというふうに、共産党の方々としてお考えですか。ですから私申し上げたみたいに、なんでそんなことが問題になるようなことを言うのかということについて、非常にその人権感覚自体を疑うということを申し上げているので、もうそれ以上のことはありません。当然そういう立場からこの晩餐会のあり方なんかについても、それは考えられてやるということになってきたんだと思いますし、それとそういう中での発言というのは全く本当におかしな発言だなというのに尽きります。それ以上ありません。仮に同性であろうと、もちろん非常に通常というか異性であろうと、取り扱いを変えずに対応すべきだというふうに。ですから取り扱いの問題というよりも、僕は竹下さんの発言自身が本当にもう人権感覚を問われる問題だということを言ってるんで、そのことで尽きるわけで、そのことを通じて、この問題というのは分かっていただければと思いますが、それ以上ありません。よろしいでしょうか。はい、じゃあ終わります。どうも。